携帯からやるわ。 iPad 充電切れちゃった。やばくない？切れるかもしんない。勝手に切れたらみんな察してねって言った瞬間切れた。今携帯からやってる。すだちゃんありがとう。さすがない。やばくない？言った瞬間だった。もういいや、こっち刺しとこう。え、何？コメント欄どうなってたの？やばい、見てない。りゅうちゃんさん、ありがとう。あ、待って。どう？綺麗なんだ。公演終わりのメイクすこ。そう、もうなんか終わってるけどね。マジもうスタジオの公演終わりも陸上公演の公演終わりももう本当になんかもう私って汗かきまくりだからもうね終わってる本当。ローソンとかってカープグッズ売ってるの？え、どうなんやろ。カープグッズは分からんけど、とやない。適当か。うん、分かんない。でもあれだよ、駅前のなんかあのズムスタの近くの赤いローソンは結構置いてあると思うよ。明日のカラオケ配信何時からやるか決めてないけど、もう多分夜か夕方、そんな遅くはなんないかなって感じです。あ、同じもある。ほうれついちゃうの。今にも寝ちゃいそう。メイク直ししてない。もう髪の毛もそのまま、もうだからボサボサでボロボロなんです。もういいやと思って。タグゆらめるのネタがない。なんかネタください。じゃあそうだな。あ、明日ゆらに歌ってもらいたい曲があったらハッシュタグゆらめるでつぶやいておいてください。今日もね、あの空き時間にね、ハッシュタグゆらめるをね調べてたの。そしたら結構ね、めっちゃ前に比べてめっちゃハッシュタグゆらめるのねツイートの量が増えててめっちゃ嬉しかったっていう、どうでもいい報告しとくわ。ちーありがとう。めっちゃ、お、めっちゃいっぱいあるって思って。明日は46さんも、坂道さんとイコールラブさんも行けるので、あとラストアイドルさんも行けるので、なんかそこら辺でもね今まで歌ったことない曲を歌ってほしいとかあったらぜひ言ってください。気づいたらただ思い、気づいたら気づいたら思いねえ。坂道さんとかも歌えるのは嬉しい。色的にも坂道さんとイコールラブとラストアイドルさんが歌えるのかな確か。フォーテッドグループももちろんだけどね。ぜひ皆さんハッシュタグゆらめるでいろんなことをつぶやいてください。ゆらに伝えたいこととかハッシュタグゆらめるでいつもたくさん調べてるので、あのメールの返信はもちろん、配信のこととか質問とか明日歌ってほしい曲とかあったらハッシュタグゆらめるをつけてつぶやいてくだされば全部目を通しますので、ぜひリクエストしてください。48グループの曲だけじゃなくてね、46さんとイコールラブさんとラストアイドルさんも OK になったので、チーありがとう。タグゆらめるでたくさん言ってください。歌えそうなものは歌ってみたいと思います。
このショールームの機能のねカラオケを使うのが初めてだからね、ちょっと楽しみ。なんでもいいよ。結構欅坂さんとかね、乃木坂さんとかあれね、私結構聞くからね。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー。たまごさん、あー嬉しい、絶対だよ、来てね、ありがとう。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけれど幸せ、僕らの制服クリスマス。あ、結構わかんない、欅坂さんは。あ、欅坂さんと乃木坂さんね、確か表題曲じゃなくても歌える曲もあるかもしれない。でもそこまで詳しくはないんだけど、カップリングとかも好きでよく聴いてたから。でもね、自分がいざ歌う、聴くのはねあるんだけどね、自分がいざ歌うってなるとね難しいよね。お、剣買ってくれたの。卵、私よく卵みたいだねって言われるんですよ。褒められてるのかけなされてるのかわかんないけど。電波組さんはダメらしい。そう、多分48グループ関連のアイドルさん。パルコ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 、渋谷からパルコが切れて。あとは何かな、カップリング。何聞くっけ。乃木坂さんとかマジで結構聞くよ。乃木坂さんの曲はね、アンダーって曲がめっちゃ好き、めっちゃ好き、めっちゃ好き。あ、やばい、59分、やばい、切れちゃう切れちゃう。ランキング読んだよね、もう。ありがとうございました、おやすみなさーい。